はい、じゃあね、スマッシュのトレーニングメニューを1個やりましょう。で、やるのは、お互いコントロールをするっていうプレイスメントです。で、どうやってやるかって言ったら、スマッシュ打つ人もロブが上げやすいように、コントロール、スピードと場所をコントロールするし、ロブの人もスマッシュが打ちやすいところに打つってこと。なんで、まずは、10回つながること。結構タフやな、10回って。ちょっとやってみよう。じゃあもう真ん中でやろうか。1対1なんで、大丈夫やな。いきます。はい。1、2、3、4、前、5、6、7、うまく打った。8、いいぞ。9、OK。OK、ちょっとクリアです。で、今な、マキがすごいうまいことやったんだけど、できるだけ、この自分の、まあ、肩幅ぐらいだったら最高やな。この中でボールを打てたら最高で、これよりも今みたいに前になったり、これよりも後ろになったりってすると難しいやろ。なんで、この自分がこの中でずっと打てるように頑張って動こう。で、彼方はその中で打てるようなロブを上げるのがロブの練習やから。いきます。はい。1、2、いいぞ。3、2、いいぞ。3、2、いいぞ。3、4、5、6、よく取った。7、いいぞ。8、いいぞ、いい打点で。9、10、おー、バッチリです。うん。今ほとんどバランス崩してないな。おしまき、もう一回いきます。さあいきます。はい。1、いいぞ。2、いいぞ。3、いいぞ。4、OK。5、いいぞ。6、うまいこと打った。7、うまいこと打った。8、9、10、OK。バッチリです。で、こうやって、正確性やね、お互いがコントロールできたら、今度はポイントにしましょう。じゃあ、二人じゃんけん。じゃあ、8、スマッシュで、マキこっちです。シングルスコート。で、こっちは、必ずロブしかダメで、相手にスマッシュをミスらせることが目的。で、8は、ロブをミスらせることが目的。シングルスコート、両方シングルスコート。で、最初の1球目だけ強く打ちすぎたらダメなんで、スマッシュコントロールで、そのロブからは、何やってもいいです。0-1。はい。OK。いやー、もったいない。1-1。ボールの下にちゃんと入るんやで。OK。うまい。こうやっていいですね。難しいのは軽くでも返す。OK。危ない。1-2。いきます。はい。浅い。いいロブや。オッケー。いいロブか？いいロブや。オッケー。オッケー。オッケー。ナイスコントロール。オッケー。
おー、いいスマッシュや。おー、巻きうまく返したね、今のは。でもそういう感じやな。難しい時はゆっくりでも返したら色ぶしかないから。で、チャンスだったらやっぱりいいアタックやな。いくぞ。2-2。オッケー。いきなり来たね。2-3。オッケー。オッケー。3-3。はい、今横着したね。はい。オッケー。うまい。ああ、うまいね。あれ、ホームでほとんどわからへんな。はい。オッケー。うまい。ああ、うまいね。あれ、ホームでほとんどわからへんな。3-4。オッケー。入ったね。ナイスショ。ナイスロブです。4-4。オッケー。はい、イージーミス。いくぞ。いくぞ、かなた。いいよ、いいよ。はい。4-5。いいロブや。5-5。はい。オッケー。オッケー。嫌なロブやね。オッケー。ああ、深くていいロブやな。オッケーオッケーオッケー、いいロブや。マッチポイント。6-5。はい。打ってきた、打ってきた。オッケー、6-6。一本。取った方が勝ち。一球目だけあかんで。はい。ほっ。ゲッ。あー、もったいない。はい。っていう風に、これはさっき最初コントロールの練習をしたんですけど、今度は、ゲームベース、その勝負の中で、コントロールショットでポイント取ったり、パワーで取ったり、難しかったら丁寧にやって、しぶとくやったりっていう、様々なものを使いながらスマッシュの中でポイントをする。で、この、つなぐコントロールと決めるコントロールっていうのを両方、一緒に練習した方がいいと思います。はい。上がってくると、はい、相手が待ってるところを外すために、はい、同じフォームからこう。まあそうですね。ああやって騙してますね、完全に。わざとこうやって肩入れてんのに、って言って。ああいう技術が必要だなってすごい。はい、はい。まあ相手はそういうのが得意なタイプですね。もう相手を昔からこう、どうやって相手をね、言い方悪いと騙すというか、うん、そういう駆け引きが好きなんで。うん、厳しいところの時は、はい、ある程度相手の逆をつかないと、はい、次反撃が来るっていう意識もあります。そうですね。ロブしか上げない相手なのが分かってたら、強く打つ必要はないんで、今のシチュエーションだと難しかったらスマッシュでロブみたいに返したらいいんで、ただそれが相手の力量が本当は高くて、ゲーム中にゆっくり返すと、すごいパスを打たれるんだとしたら、深いとこからでもある程度の、スマッシュのコントロールなのか速さなのかっていうのをキープしないといけないんで、まあ、それがゲームベースの一番練習のいいとこです。それを今のルールだったら、なんでそこで強く打つの、相手ロブしか打てないシチュエーションでしょっていうのが分かってる子と分かってない子で、難しいところで大事なポイントなのに無理しちゃうって、うん、この間ノアチャレンジャーの時も見たと思うけど、インド人の人すごかったやろ。インドのね、ダブルスプレーヤーっていっぱいいるんだけど、前衛の人が本当にここ触るんじゃないかっていうぐらい前に立ってて、ボレーを打つから信じられない場所に、ネットの近い場所にボレーが打てるんだな。このボレー最近よく見るんですよ。はいはい、ね、トレンドというか、もうこれが普通になってきてるんですよ、ね、上の。結局パスが上手くなって、突き球が上手くなってるってことです。で、ボレーを返して構えられて打ったら、
もうボレーは勝てないんで、そうなる と、サーブで押し込んだ時に前衛の人がリターンを通さないで、ボレーが決めるっていうのは浅いところに打ったらパス打てないんですよっていう風に、強く打って決めることよりも実はこっちの方が攻撃的だったっていうので、それで